サマノスケ、夢丸の素性が分かったわ。あの子は農民の子よ。何？4年前、戦で両親も殺され泣いていたのを通りかかった雪姫が見つけて連れ帰ったのよ。雪姫は夢丸を弟のように可愛がり、夢丸も姉上姉上と慕うようになったらしいわ。それで助けたくてここまでやってきたのか。しかしわからねえ、藤吉郎はなぜ夢丸を捕まえようとしているんだ。何か裏がありそうね。うん。サマノスケ、一緒に出る方法を探しましょう。うん。ここは何の部屋かしら。サマノスケ、どうなってるの。サマノスケ、閉じ込められたみたいだ。どこか出られそうなところはない。サマノスケ待ってて、すぐ助けるわ。ここまで来ればもう大丈夫そうね。私は手がかりを探しに行くわ。うん。